何年ぶりですか？2年ぶりですね。あ、こっち仕事で来られたんですか？はい。まだ体重減ったんですか？体重、いや、変わってないですね。で、YouTube 見てないでしょ？そうですね。あ、前見ましたね。今度また見てください。はい。お友達も見とってくださいね。チャーカーとか出ないですか？あ、まだ出ないですね。いやもう今日器具が来て大変だったけど、お手伝いありがとうございました、お友達。ありがとうございました。ちょっとベンチプレスやってみます、ね、まあ、使いやすいの？あ、そうですね。滑らかですね。滑らか。はい、いいですね。いいですね。はい。いや、僧帽筋はでかいですね。はい、OK ですね。はい。だから出るの？最近まだ出ないですね。おいくつだったんですかね？今26って今年なんです。ああ、まだ若いからね。はい。もうサイズあるから。足もいいんでしょ？足。ね、今日足やってたけど。パンパンでしょ？はい、足パンパン。ね、まあぜひ、まあはい、次会うときはもう、すごくあれになってる。はい、頑張ります。まあこれ、ね、ちょっとアップしてみますから。はい。自分の人も見るかもね。あ、そうですね。いや、よろしくお願いします。やり方を教えてくれっていう方に、少し前傾ですね、はい。横に開くことですね。こちら、僧帽筋が強いから僧帽筋使ってしまうから、できるだけ僧帽筋の関与を少なくするっていうところで、はい、肩も悪くないからですね。少し前傾して、しっかり。外に開く感じですね。ここで根性。根性、根性。え、そう。はい、一回休む。もう一回、もう一回、ここから。もう一回、せーの。はい、しゃ。はい、はい、あっ。少し前傾ですよ。ここですね、三角筋。はい。はい、OK、下を痛いですよ。ぐっと、もうちょっと気合い入れないとダメです。ぐっと、痛くなるまで。ぐっと、絞り込んでですね。もう、これ痛くなるまでですね。痛くない。はい、OK、もう一回やってみます、そしたら。そうそう、そうそう、これで。ぐっと、そうそう、止めて。はい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 、はい、下を置いていいですよ。もう一回絞って、せーの、はい、ガッ、痛くなるところもあるね。はい、OKOK、筋肉喜んでるよって感じで、喜んでる。まあこんな感じですね。もうすごいですね。方はどうしても僧帽筋が使いやすいからですね。そうですね。気をつけてください。また頑張ってくださいね。